フィーダーは、イギリスのロックバンド。1994年ニューポートにて結成。南ウェールズニューポート出身のグラント・ニコラスと、ジョン・ヘンリー・リーは20歳の時に出会う。二人は、テンパー・テンパーというバンドを結成し、その後レイン・ダンサーと名前を変えて、ウェールズ人のメンバーと共に活動していた。その後のフィーダーの源流とも言えるバンドだったが、うまくいかずに挫折してしまう。 その後、グラントは、ロンドンで働きながら新たな音楽性を模索し、ジョンもグラントを追いかけるようにロンドンへ出てくる。そうした中、岐阜県保住町出身の日本人で、中日新聞のロンドン支局で働く傍ら、グラフィックデザインを学んでいた高広瀬が、1994年に雑誌ルートに出したバンドメンバー募集の告知に、グラントとジョンが反応したことで、新たなバンドである、 リアルを結成するが、その名前をグラントが気に入らなかったことから、フィダーと解消した。結成直後から精力的にライブ活動を行い、同年には、イギリスの新興インディーズレーベル、エコーレコーズと契約する。1995年9月には、最初のシングルとして2曲から構成される自主制作 EP、2カラーズをリリースする。ライブ会場での手売りのみで、 現在では非常にレアなアイテムとなっている。デモテープも積極的に制作し、翌年の1996年6月には6曲から構成されるミニアルバムスイムがリリースされ、イギリスで本格的にデビューする。1997年5月、初のフルアルバムポリシーンがリリースされ、日本でもデビューする。 グランジの影響を強く受けたヘビなサウンドを特徴としていたため、UK の音楽メディアには、スマッシング・パンプキンズに対するイギリスからの回答と評されることが多かった。同年10月に UK でリリースされたシングル、ハ、は、イ、い、はスマッシュヒットとなり、ポリシーに追加収録されることとなった。フィーダーの代表曲の一つで、日本でもミニアルバムとしてリリースされている。 この曲が収録されたポリシーンはアメリカでもエレクトラレコードからリリースされている。1998年はほぼ UK、US を回るツアーが中心となったが、このツアーはかなり過酷なものだったという。1999年7月、前述したツアーの合間にレコーディングが行われ、セカンドアルバムイエスタデイ、ウェントトゥースーンがリリースされる。 シングルカット曲の中でもツアーでの経験からインスパイアされた曲だというインソムニアとイエス・タデイ・ウェント・トゥ・スームは共に UK チャートでハイ、はい、を上回るヒット曲となり BBC の番組トップ・オブ・ザ・ポップスにも出演したそして同年に開催されたフジロックフェスティバルに初出演しこれが初来日となったそれ以前から UK でライブバンドとしての地位を固めていたこともあって 大成功を収め、鷹にとっては凱旋帰国というべきものであった。2000年1月には初の単独来日公演が行われている。2001年4月にリリースされたサードアルバムエコーパークはプロデューサーにピクシーズ、フーファイターズなどを手掛けたギルノートンを起用。先行シングルバックロジャーズ、セブンデイズ・イン・ザ・サンが立て続きにヒットし、 アルバムも初登場5位を記録している。特に、バック・ロジャース・セブン・デイズ・イン・ザ・サンの2曲と、ジャスト・ア・デイは、プレイステーション2のゲーム、グランツ・ーリスモ 3A スペックに使用されたことで、爆発的ヒットとなる。ジャスト・ d デイは、シングルの B 面曲として、すでにリリースされていたものの、あまりの反響の大きさから、A 面曲としてリリースされた。11月には、 エコーパークのヒットにより、デビュー当初からフィーダーを取り上げていた雑誌、ケラング、が主催する2001カーンアワーズでベストブリティッシュライブアクトを受賞した。2002年1月、ジョンがマイアミの自宅で自殺する。グラントはメロディよりもジョンの不在が寂しいと語ったものの、バンド活動を継続することを表明。この決断には、ジョンの家族からの説得もあったと言われる。 ジョンの自殺という大きな悲しみの中で制作され、10月にリリースされたフォースアルバムコンフォートインサウンドは UK では50万枚を売り上げ、フィーダー最高のヒット作となった。このアルバムからの楽曲 Find the Color が2003年に日産エルグランドの CM 曲として使用され、日産自動車の CM 曲を集めたコンピレーションアルバム、 シフト日産 CM トラックスマイナスにも収録された。この年には、コンフォートインサウンドのヒットが契機となり、2003カーン、アワーズでベストブリティッシュバンドを受賞している。また同年には、UK と日本でツアーを行い、2004年はほぼ、新作のレコーディングに集中した。2005年2月、フィフスアルバム、プッシングザセンシズをリリースする。このアルバムから、 ジョン死去後にサポートのドラマーとして協力していたマーク・リチャードソンが正式メンバーとなった。同年には3度目となるフジロックフェスティバルへ出演し、たかが NHK の番組トップランナーに出演した。2006年5月にはこれまでを総括するとと,ともに、新曲3曲を加えたベストアルバムザ・シングルズがリリースされ、 2007年7月には、シングル B 面曲を集めた裏ベストアルバムとも言える、ピクチャーオブ、パーフェクトユースがリリースされた。2008年3月、新曲、ミスユーガフィー o ー公式サイトで配信され、3ヶ月後の6月に、6 t h スアルバムとなる、サイレントクライがリリースされる。前作までプロデューサーを務めていたギルノートンの手を、離れ、ほぼ、セルフプロデュースで制作された。 7月には4度目となるフジロックフェスティバルに出演し、2009年2月には5度目となる来日公演が行われた。来日公演後の5月6日、公式サイトを通じてマークが脱退することが発表される。マークの脱退後には公認ドラマーであるカール・ブラジルと共に UK でのツアーを続行した。秋には結成時からの所属レーベルだったエコーレコーズの倒産により、 自主レーベルであるビッグ・ディース・ミュージックを立ち上げている。2009年の暮れにはサイドプロジェクトレネゲーズ名義で新曲を発表し、2010年に入ってからは小規模のライブツアーを積極的に行いながら EP を2枚リリースした。そして6月にはレネゲーズのタイトルで7枚目のアルバムがリリースされている。タイトルトラックレネゲーズはゲームセインツロー。 ザ・サードに使用されている。2010年9月には6度目となる来日公演を行った。大韓山ユニットでの最終公演はユーストリームを使って生中継され、アンコールではルナシーのメンバーイノランが登場し、メンバーと共にニルバーナの曲ブリードをカバーしている。2011年3月11日に発生した東日本大震災を受け、 3月27日には新曲サイドバイサイドを iTunes ストアで配信した。シングルの売り上げは日本赤十字社を通し義援金として寄付された。2012年4月には8枚目のスタジオアルバムとなるジェネレーションフリークショーがリリースされた。日本版ボーナストラックとして前述のサイドバイサイドが収録されたほかメンバーと親交のある 後藤正文美と細尾武士がそれぞれ収録曲2曲をカバーしている。7月にはショーケースライブとして東京都仙台で来日公演を行った。2015年3月、グラントが来年にはフィーダーの新しいレコードが出るとインタビューで明らかにし、その言葉通り2016年の6月に9枚目のアルバムオール・ブライト・エレクトリックがリリースされた。 このアルバムで UK チャートにおいて久々のトップ10位を果たした。同年の11月には東京と大阪で来日公演を行った。2017年9月に9曲の新曲を収録したミニアルバムアローを包括したベストアルバムザ・ベスト・オブ・フィーダーアローをリリースした。ミニアルバムスイムの発売から21年の節目を迎えたこの年。 自主レーベルのビッグ・ディース・ミュージックを解散させ、新たにビリーブ・ミュージックと契約した。2019年8月に10枚目のアルバムタルーラがリリースされた。2005年のフィフスアルバムプッシング・ザ・センシズ以来、14年ぶりに UK アルバムチャートでトップ5入りを果たした。同年9月に大阪、名古屋、東京で来日公演を行い、 2020年4月からは UK でのツアーも予定されていたが新型コロナウイルス感染症の影響により延期を余儀なくされた。しかし予定の10月を過ぎても感染拡大が収まらず結局すべてのライブが中止となった。しかしバンドはポジティブな姿勢を崩さず2021年中のライブ復帰を目指した。2021年7月にウェリングボローで行われた バグジャムフェスティバルにヘッドライナーとして出演し、徐々にライブ活動を再開している。2021年8月、11枚目のアルバムとなる最新作、トーピドゥーを2022年3月にリリースすることを発表した。さらにその翌月から UK ツアーを行うことも合わせて発表された。それぞれのスタジオアルバムとタイになる日本編集版がリリースされている。 ありがとうございます。